三原市芸術文化センターポポロさん15周年おめでとうございます。5年前にもね、ここで一度筑豊屋さんと一緒にやらせていただいたんですけど、改めてコンテスト的な音のするホールだったか、そしてこの子が素晴らしいピアノなので、昨日もオーバータイムで練習をしてしまいました。今日もです。本当に気持ちのいい音です。通常そのこういうコンサートっていうのは大きな町でやることが多いんですけど、こういう地方の町で、それもしかも皆さんのすごく近くにあるこんなホール でこのサイズがね、またすごくいいんですよね。こういうとてもこう貴重なホール、がこちらにあるということは、皆さんとても僕は幸せだと思っていただければと思います。1回でも多くやっぱりこのホールに足を運んでいただいて、実は劇場っていうのは特別な場所で、僕らが演奏する側の場所ではなくて、皆さんがこのホールに来てくださることによって、ここに少しずつこう魂が宿っていくんですね。ぜひともここのホールをいっぱいいっぱいこれからも育てて育んでいただければと思います。